昔々ある少年がいた。少年には夢があった。僕は走りたい。その少年が世界に証明したかったのは、人間はマシンに負けてはいけない。人間はマシンの恩恵を感受するものではない。我々にマシンが必要なのではなく、マシンに我々が必要なのだ。全人類の代表となった彼に今日の意気込みを聞いてみました。Sさん、インタビューですか？もちろん。調子はどうですか？一言で言ったら絶好調ですね。しかし彼は実際ビビっているのであった。今日どうですか、これのランに向けて？不安ですけどね、まあ自信しかない。いけると思います。しかしそううまくはいかなかった。幾度となく失敗していたのだった。だが彼は簡単に諦めはしなかった。彼じゃなきゃ他に誰がやるんだ。